フォーサイス軍はアメリカが衆国のオスカロライナ州の中央部北西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は35万670人であり、2000年の30万6067人から14.6%増加した。軍庁所在地はウィンストン・セーラム市であり、同軍で人口最大の都市でもある。フォーサイス軍は1849年に ストークス軍から分離して設立された。軍名は、米英戦争で戦死したベンジャミン・フォーサイス大佐に、ちなんで名付けられた。フォーサイス軍政府センターは、ウィンストン・セーラム市中心街のチェスナット通り北201にある。フォーサイス軍は、地域自治体の委員会である、ノースウェスト、ピードモント自治体委員会のメンバーである。1906年に設立された。 フォーサイス軍公共図書館は、フォーサイス軍と周辺軍住民に無料で開放され、それ以外の市民は図書カードのために少量の年会費を払う必要がある。成人、子供、ヒスパニック系福祉計画を運営している。本館はウィンストン・セーラム市中心街にあり、他にも軍内に支所がある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は413平方マイルであり、このうち陸地410平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は0.80%である。フォーサイス軍は15の軍区に分割されている。廃止された軍区フォーサイス軍の一部は、ヤドキンワイン生産地域に入っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フォーサイス軍の自治体と軍区。 ありがとうございます。